ってくるのか、逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。次はジョータロー。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を、試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとて、お前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円の下ズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗ってやって、もうちょっとだけ試してやるか。ガレディオ。7秒経過。私の名はキライ・オシカゲ、年齢33歳、自宅は森王朝北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀遊チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない、酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。何を話しているんだと、お前。
私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢であり、それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまりシゲチー君、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり敵というわけさ。これが!?キラークイーンと私はこいつを名付けて呼んでいる。君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。クラエディオ半径20メートルエメラルドスプラッシュを。間抜けな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンド。ザ・ワールド。カケオイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカだカケオイン。じゃあ、ここは敵地、どこかにワムーとカーズが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。ジョジョは叫んだ、シーザーの名を。リサリサは流した、悲しみの涙を。けれどもシーザーの名を呼んでも帰ってくるのは残酷な静寂だけ。シーザーは死んだのだ。ジョジョとリサリサは静寂によってこの事実を実感した。その身尽きてもその魂は死なず、シーザー・ツェペリンここに眠る。Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.